皆さんこんばんは。今日も神宮球場で行われましたヤクルトスワローズ対、中日ドラゴンズの一戦をお伝えするということになります。昨日の試合はすごかったですね。ヤクルトがですね、ジャイアンツに8対7、俗に言われてますルーズベルトゲームで勝ったということになりましたけれども、まあその内容を見ますとですね、やっぱり両外国人の力が非常に大きいなという気がしますね。まあ、あのこのシーズンの途中からオスナ、サンタナ、この2人が加わってですね、本当に勢いがついてきたと。やっぱり外国人のパワー、外国人の力、これはもう本当にすぐに順位に影響するということをですね、もうはっきりと表したチームだなという気がしましたね。そして一方のドラゴンズ、ドラゴンズはですね、3年間監督を務めた与田監督がですね、今年でまあ退任ということになる。まあ、その与田監督がですね、残りのゲーム、これをどういうふうに戦っていくのかっていうのもまあ注目しておりました。まあ、今日のメンバーを見ますとですね、若手を何人か入れてます。根尾を1番に入れましたね。そして岡林を2番、石垣を7番というね、この21歳の根尾、そして19歳の岡林、そして石垣は23歳ですけれども、この3人をですね、スターティングメンバーに使った。そして今日の先発ピッチャーは、ドラゴンズはロドリゲス。まだね、あの勝ち星はゼロですけれども、ピッチング内容はですね、決して悪くない、もういつ勝ってもおかしくないな、そういう内容のピッチングを続けているピッチャー。そして一方のヤクルトはですね、石川投手もですね、今年すごくいいんですけれども、なかなか勝ち星が伸びない、防御率は 2.28 ですか、2点台のもう前半なのに勝ち星がまだ4つしかないっていうね、まあこういう2人の投げ合いということになりました。さあ今日のゲームいってみましょう。まあ優勝争ってます、阪神タイガースがですね、昨日今日2日間ゲームがないということでですね、その間にマジックを減らすことができるかっていうね、そういう戦いになっていくと思いますね。今日のゲーム、まず先制点を取ったのは2回の裏のヤクルトでしたね。村上のフォアボール、オスナのライト前のヒットで1、3塁、そして6番の中村のセカンドゴロ、ゲッツーの間の1点。もう今はヤクルトはですね、ゲッツーでも何でも得点にしたらいいっていうね、もうそういう考えですから、この1点でもベンチはかなり盛り上がってましたね。そして今日のゲームのですね、まあ一番のポイントはこの5回の表裏だったですね、ここでした。まあいろいろありましたけれども、まあ僕は本当に客観的に見てて、今日の球審のストライクゾーンちょっと狭いなっていう感じがありました。その本当に石川っていうピッチャーですね、コントロールがまあ生命線のピッチャーのストライクゾーンの広さ、それがですね、大きなポイントだなっていうのをですね、改めて感じた今日ゲーム内容だったんですけれども、この4回の4失点、これはですね、まずワンアウトを取った後、桂にライト前のヒット、そしてロドリゲスが送ってツーアウト2塁ね、そして根尾でした。根尾がですね、詰まりながらもセンター前にヒット、タイムリー、同点。そしてその若手の岡林が続きますね、一塁ベースに当たるヒットを打ってですね、ツーアウトですけれども1、3塁という形になりました。そして大島、まあ、大島はフォアボールになるんですが、これもですね、かなり際どいボールがありました。まあ、大島も一瞬やられたなっていうような感じの見逃しをした時もありましたけれども、ボール判定でまあ生き延びてフォアボール。そしてビシエド、ビシエドの時もですね、もうインサイド際どい球、まあ多分厳密にボールなんでしょうけれども、まあ審判によってはストライクという手を挙げる人も中にはいると思います。それぐらい際どい球がですね、2つほど続いた。その後フルカウントになった後に、これはもう見逃せばボールでしたけども、低めのちょっと落ちる球、これをですね、レフトへタイムリーヒット、まあフルカウントでしたので二塁ランナーも生還ということで、3点。そして、もう一つは高橋、これがですね、その後センターへもう一本ヒットを打って4点取れたという、そういう5回の攻撃でした。そして裏はですね、まず先頭打者サンタナがまたホームラン打ちましたね。18号ソロ、サンタナの状態が素晴らしい、本当勢いが止まりません。これで即また4対2となって、2アウト後に、1番の太田、これがフォアボール、青木がライト前のヒット、そして3番の山田がですね、レフトへタイムリーということで1点追加するんですが、まあ、この時もですね、1番太田のフォアボール、
このフォアボールになった球なんかは僕が見てたらまあストライクだろうなっていう球でした。バッテリーももうベンチに帰ろうかなっていうような仕草をしたんですが、判定はボールということでですね、そこからの、1点がまた追加されたというね、まあ本当に難しいなという気がしました。まあ審判の判定、これはもう絶対ですから何とも言えません、けれどもやはり審判にもうまい下手、そういうのはあります。ですから僕は下手な人を取り上げるっていうのは良くないと思うんで、前にも一度言ったことがあると思うんですが、優秀審判っていうのをですね、まあ最優秀審判一人でもいいですね、最優秀審判っていうのを毎年選んだらどうかなと思います。これはもうゲームが終わる、まあ、寸前にですね選手たちにアンケートを取って、その中で一番やっぱり評価の高いそういう審判をですね表彰するっていうようなね、そういうことをやってあげるっていうのもありじゃないのかなという気がしますね。審判もやっぱりやりがいが出ると思いますし、それが1人じゃなくて3人ぐらいいてもいいかもしれません。そういうふうにやるっていうのもですね、やっぱり審判っていう、職業をですねやはりリスペクトする、そういうものにも通じるかもしれませんね。そういうことも必要かなという気がしてます。ということで、この5回終わった時点で4対3、1点差ですからまだどうなるかわからないと、そういう状況でしたね。ロドリゲスは5回までで交代しました。5回を投げて92球7安打3三振、4四球、まあこの数字よりはですね内容は非常に良かったと思いますね。やっぱり今日はちょっとストライクゾーンが厳しかったかなという気が僕はしております。これは石川投手にも言えるところで、両投手にとってちょっとかなり厳しい、状況だったろうなと思います。まあ一つこの前も僕はラジオで言ったんですけれども、審判がストライクかボールか、迷った時ですね、特に前半なんかはですね、やっぱりストライクというふうに判定したら自分が楽になる。なぜかと言いますとですね、際どい球、これはどっちでもいいっていう球があるわけですよね。どっちでもいい球はストライク、そういうふうに言うとですね、バッターはあ、ここまでストライクなんだと、そういうふうにもう受け止めてですね、際どい球を振りに行くわけですよね。だけど際どい球が全てこうことごとくボールって言われるとですね、もう甘い球しか振らなくなるということは、際どい球は審判が全部判定しないといけなくなるということで、まあ審判球審が苦しくなるというね、そういうものに通じていくので、その辺は、まあ、これから若い審判の人たちにはね、そういうふうに僕はちょっとアドバイスしてあげたいなという気がします。そうすることによってゲームもスムースに進みますし、自分も楽になる、という気がしますね。そして、6回から6、7、8、9、この4イニングはですね、ドラゴンズは1イニングずつ来ましたね。田島が1イニング三者凡退、福も1イニング三者凡退、そして8回は又吉でしたね。ヒット1本打たれましたけれども、後続を打ち取る。9回はライデル・マルティですが三者凡退ということでですね、この6回以降打たれたヒットは1本というね、リリーフ陣の充実度っていうのもですね、やっぱり相変わらずいいなという気がしましたね。スワローズの方は4点取られた後、1人大下が投げましたね。そして6回7回は石山が来ましたね、はい、そして8回、これ1点取られました。ここは田口でしたね、先頭打者の高橋周平に、左中間2塁打、まあ好走塁でしたね、そして、その後の加藤、バント失敗の後ワイルドピッチが出てノーアウト3塁というところでセンターへタイムリーヒットを打ったという、この1点、この5点目は非常に大きかったと思いますね。ということで、今日はですね、ロドリゲスにやっと今シーズン初の勝ちがつきました。1勝4敗、ね、今までもよく投げてましたけれども、やっと一つ勝ち星がついたと。そして負けが石川、4勝4敗、セーブはライデル・マルティネス1勝4敗23セーブということですね。今日の MVP は僕はロドリゲスにしました。まあ3点は取られましたけれども、まあピッチングの内容はもっといい内容だったという気がしますね。そして、今日のセリーグはですね、巨人広島、これがまたジャイアンツは2試合連続でルーズベルトゲーム負け、8対7の負け、これ痛いでしょうね。でもまあ一時の点が取れない、9試合で9点しか取れなかったっていう、どん底状態からはですね、バッター陣はちょっとこう抜け出してきてるのかなという気がしますね。そんなにずっと悪いチームじゃないです。やっぱり力のある選手が
いっぱいいるんでですね、まあ、あの打線の方がちょっとこう火がついてきたらですね、また投手陣もそれにつられて向かっていくピッチングで好投できるかもしれないなっていうね、まあ、そういう期待を持って見ていきたいなと思います。そしてパリーグはオリックスがファイターズに引き分けですね。そして楽天がライオンズに3対0勝ってます。そしてロッテはホークスに4対10やられましたね。やられてますけれども、まだマジックがついてるのはマリーンズということで、まあ、残りゲームの関係そういうものがあってだと思いますが、まあ、オリックスの方がちょっと今優位に立ったかなという気がしますね。はい、ということで、今日の神宮球場で行われたゲームは中日ドラゴンズがヤクルトスワローズに5対3で勝ったゲームをお伝えしました。以上です。